MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国で、異常なほどに取り沙汰されている正義連旧帝大教元理事長だったユン・ミヒャン氏が、元慰安婦と名乗り出ている方たちを食い物にしたとされる不正疑惑。しかし、そもそも、慰安婦と名乗り出ている方たちは、旧日本軍や官憲により、強制的に慰安婦にさせられたと言っていますが、我々日本人の父親、祖父、曽祖父の誰かが犯人ということになります。それに強制連行されたと言いますが、連行先の連隊名や部隊長の名前は明かしていません。朝日新聞や毎日新聞、東京新聞なども、慰安婦は強制連行されたと書き立てますが、詳しい内容までは追及していません。また、日韓併合当時には、多くの朝鮮人士官や朝鮮人警官もいました。韓国初代大統領で、パククネ元大統領の父、パクチョンヒ、日本名は高木正夫も、日本軍士官でした。朝鮮人女性を慰安婦として強制徴用したら、彼らの反発を招かなかったのか疑問です。それに、朝鮮半島統治に、深刻な害をもたらすそのようなことを朝鮮総督府が許したとは到底思えません。むしろ、逆説的に人身売買、売淫目的で女性を騙したり、かすったりする斡旋業者が、日本国内や朝鮮半島でも官憲に摘発されたという報道は、当時の新聞記事で、幾度となく掲載されています。当たり前ですが、斡旋業者は、日本軍ではなく、軍の関与を裏付ける証拠もありません。夕刊フジは、5月28日付で、室谷克美氏のコラム、日本のマスコミ界に潜む韓国マネー？対日世論工作予算が 3.3 倍、メディアで、韓国に学べと叫ぶ人々の矛盾と題して掲載。一部割愛してお伝えいたします。振り返れば、1980年代の中盤から、日本には、韓国を絶賛して、韓国に学ぶべきだと主張する人々がいた。人脈としては途切れているが、今も新型コロナウイルスに関連して、日本は韓国の貿易に学ぶべきだと叫ぶ人々がいる。日本のあるテレビ局は、最近、むやみに新型コロナウイルスの PCR 検査数を増やすべきではないと述べた医師のコメントを、編集詐術により、韓国のようにしろと主張したかのように放映した。そこまでして、韓国持ち上げに強奔する背後には何があるのか。韓国の駐日大使館の対日世論工作予算が2020年は前年の 3.3 倍にも急増したことと無縁だろうか。いつしか韓国では海外に自慢すべき事物に K をつけた英語で呼ぶようになった。はじめは K-POP だった。やがて K ビューティー。美容整形や安価な化粧品。K フード、屋台料理、K メディカル、医療手術。そして、ムン・ジェイン大統領は、就任3年の記念演説で、K 貿易を高らかに自慢した。なぜか、貿易は英訳せず、韓国語のまま。K 貿易とは、国民総背番号制度を背景に、感染者の動線をスマホの位置情報、カード支払いの記録、防犯カメラの映像から割り出し、疑わしき者には検査を強制し、陽性者は強制入院か強制隔離する措置を言う。日本でそんな措置をしたら、マイナンバーにすら文句を言っている人権派が猛反対するのは必至だ。ところが、日本も K 貿易をと叫ぶテレビのコメンテーター。その主張に踊らされているとの自覚もないまま、受け売りして回る人々、テレパヨというは、人権派と重複する。つまるところ、彼らは、何が何でも、反安倍晋三政権なのだ。日本ではできないことを主張し、できないのは安倍政権のせいだと言い、日本政府が一歩踏み出したら、人権派の仮面をかぶるのだ。日本が新型コロナ問題で、韓国から学ぶことがあるとしたら、それは、韓国政府が、社会的距離の確保をまだ解除していなかった4月30日夜から、5月1日早朝にかけて、ソウル・イテウォンに数カ所ある専門クラブに5000人を超えるが集まり、
集団感染を引き起こしたことだ。軽防疫ではない。反面教師としての軽感染だ。首都圏でも緊急事態宣言が解除されたからといって、決して緩んではならない。韓国の情報当局、旧 KCIA は、ハン・アベを対日情報心理戦の最重点課題にしている。日本製品に対する不買運動の標語が一夜にして、ノージャパンからノーアベに変わったのは、運動そのものが韓主導であることを物語る。同時に、それは、対日情報心理戦の韓国内でのバックアップ活動でもある。日本国内の何が何でも反安倍政権の動きは、韓国のこうした対日情報心理戦と無縁だろうか。韓国のナムグアンピョ駐日大使が、大幅増になった対日世論工作費に関連して、日本の世論を主導する財界やマスコミなどを攻略する計画だと述べた、連合ニュース19年12月23日というベタ記事に着目せざるを得ない。Kマネーが日本のマスコミ界の背後でうごめいていると見なければならない。日本のマスコミのほとんどが、捏造や偏向報道を当然のごとく垂れ流し、特定の思想、世論、意識、行動へ誘導する意図を持ったプロパガンダと言えるでしょう。特にひどいのが、特定アジアを擁護するプロパガンダ。そして、日本政府や日本そのものを陥れるプロパガンダ。それに、犯罪被害者やその家族に、容赦なく突撃取材をしたり、知る権利、報道の自由を盾に、被害者の実名報道をする。災害時などに、ヘリコプターで爆音を鳴らし、救助の邪魔を我が物顔でします。そして、自分たちに都合が悪いと感じた時や、何らかの忖度が働いた時は、報道しない自由を行使して、身内の不祥事などにも、ごくあまの報道しかしません。また、やらせ番組も横行しており、テレビ朝日や TBS、フジテレビや NHK など、たびたび謝罪会見を開いています。やらせが発覚したのは、ほんの一部で、発覚していないものも合わせると、相当数あると思われます。それに、朝日新聞は、朝鮮人慰安婦強制連行報道や吉田調書に関連する虚偽報道で謝罪会見を開いています。サンゴ事件も有名ですね。マスコミの偏向報道は、都合のいい解釈ができる、報道の自由、言論の自由を叫びますが、自身の報道を検証すべきでしょうね。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。